鳥の木からお届け札幌ジーンズ館皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはラ・クルール代表色彩心理講師の加藤優子さんです。加藤優子です。はい、よろしくお願いします。加藤さんがですね、はい、持ってきてくれた絵を今日はですね札幌ジーンズ館のパネルの前に、並べさせていただきました。はい、こんなのがありました。かわいい、こんなうさちゃん、ほらね、これ何ですか。はい、こちらですね、指で描いてるパステルアートというものです。うん、指で描いてるんだって。このあたりのお話も出てきます。それでは加藤さんにも早速3つのキーワードで伺っていきたいと思います。はい、今日ご用意いたしました3つのキーワード、こちらです。じゃんじゃん。カラー診断、パステルアート、輝く女性でいられるように、企業女子部リラミューズ。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。お願いします。はじめにですね、加藤さんってどんなことしてるのというねご紹介をしていきたいと思うんですけれども、はい、ラ・クルールってどういう意味ですか。ラ・クルール代表。はい、はい、ラ・クルールとはフランス語で色という意味です。うん、加藤さんってどういうお仕事をされてるのかっていうところのご紹介お願いします。はい、そうですね、いろいろカラーの中でもやってるんですが、うん、カラー診断、バースカラー診断ですか、うん、メインですね。バースカラー診断、誕生日。はい、はい、誕生日ですね。うん、はい、誕生数日からその方の持って生まれた色を診断し、そこからあの色から才能や特徴なんかも診断できます。はい、まああのサンプルの一つとしてですね、はい、さっき腹痛やっていただきましたので、そうなんです、はい、本当にあのお誕生日のカラーを見るってことなんで、うんうん、はい、西暦でね、お誕生日をね、はい、包み隠さず、はい、出しましたところ、はい、福津さんの場合はどんな色だったんですか。ね、はい、福津さんはですね、はい、オレンジでした。オレンジでした、はい、オレンジ大好き実は。はい、よかったです、うん、オレンジ元気な色ですよね。元気な色で、はい、はい、あの福津さんは美しいですけど、その名の通りオレンジはとてもあの美意識が高くて、うん、はい、グルメにも、ね、興味がある方とか、うん、食いしん坊は、はい、合ってると思う、はい、いらっしゃいますし、うん、はい、とてもサポート力がとても強い方いらっしゃいますね。そうですか、はい、サポートしますよ、はい、うん、お仕事もとてもあの、はい、今やってらっしゃるお仕事がすごくあの、うん、マッチしてらっしゃいますね。マッチしてました。適職なんかではないでしょうか。適職ではないでしょうか。そうですか、はい、よかったです、はい、これからも精進していきたいと思いますが、はい、そんなわけでお誕生日を教えて、はい、お誕生日を伝えるだけで、はい、じゃああなたの色はこの色よっていうのをカラー診断してくれる、はい、ということなんです。はい、この色が分かったことでどういう効果があるんでしょうか。はい、そうですね、ご自身の色が分かり、その色がその方のラッキーカラーですね。ラッキーカラー、はい、この色を持つことでまた元気もらいたいとか、はい、その診断した時 の、 あの診断内容ですね、ご自身の才能なんかも、はい、あのまた思い出してもらえるためにも、はい、その色を意識することで、あの今後のご自身の活動とかライフスタイルに生かされるんじゃないかと思っておりますけども、あのオレンジの服ってあんまりないんですけど、どうしたらいいんですかね。はい、もしオレンジの洋服なくても、はい、例えば小物ですとか、あのご自宅ではあのクッションカバーとか、あの目につくところにそのカラーがあるとより一層いいんではないかなと思っております。うん、でね、はい、加藤さんに福津さんはオレンジよって教えてもらったら、はい、私ちょうどいただい教えてもらった色と同じ色の財布を持ってまして、はい、あるあるなんて嬉しかったです。そうですね、はい、あの本当カラー診断すると不思議なもので、うん、なぜかその色に惹かれているというか自然にね、はい、あの色が惹かれていることがすごく多くてですね、ああの診断中のお客様の色をお伝えすると、うん、あれスマホのカバーはこの色よってこととか、はい、すごく本当に多く、はい、なぜか自然と惹かれている色がその方のバースカラーってことが多いですね。うん、自然と自分でなんとなく分かってるんですね。そうですね、でもそこを、うん、これ私のラッキーカラーだって自覚するともっといいですよね。いいですね、はい、そういうふうにですね、あのいろんなこう色の力を借りて、前に進めるっていう女性がどうも多いらしいという話、はい、あのこの後また、詳しく伺ってまいりますけれども、そういうふうにカラー診断した後にというか、その先にこれですよ、パステルアート、これね、はい、こういうことをやってるということなんです。はい、これちょっとやり方を教えてもらっていいですか。はい、はい、こんなこちらです。はい、じゃーん、じゃーん、はい、こちら現在48色ありますけども、はい、この色 の、 あのスティック状になったこのパステルという素材ですね、うん、チョークみたい、クレヨンっていうよりチョークみたい、チョークに近いですかね、うん、こちらをカッターなどで削って粉にして、うん、
で指で描くアートなんですけども、はい、直接描いて指で伸ばすんじゃないですか。あ、違うんです。これをですね、実際粉にするんですね。肌で削って、はいはい、でパウダー状にしたものを、はい、実際指で取って、で、はい、こちらこのこれ見せるか、これ綺麗ですね。はい、なんか私も見せましょう。はい、はい、これどういう状態ですか。ですね、はい、はい、この感じですね。うん、こちらを実際指で塗ります。塗り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 って、ほんと全部塗ってしまうんですね。うん、そこから消しゴムで消すとこういうバラが出来上がるという感じになってます。これは初めての方でも全然 OK と言いますか、簡単に描けるようにこちらご指導、はい、して描いていただいてますね。はい、はい、この色のパステルを触ってるだけで、はい、描いてる本人が癒されるんですよね。はい、癒されますね。うん、はい、描くことで癒され、またご自身の色を見てまたワクワクしたりとか、うん、とても安らぐ気持ちで描くアートでして、うん、また完成した後もご自宅に飾って、あー、あとバーズカラーですのでね、はい、その時の色を思い出していただくという意味でも一石二鳥と言いますか。はい、描いている時間も、で描いたあと出来上がったものを飾っている時間もいいんだって、はいはい、なんでそういうことをするようになったのっていうあたりを2つ目のキーワードで伺ってまいります。はい、2つ目こちらです。じゃーん。